はい、皆さんこんにちは、レイナです。私たちはドイツから帰ってきました。で、一番目食べたいものはお寿司です。前回ドイツから帰ってきた時に回転寿司を食べに行ってたけど、今回はちょっとレベルアップしてちゃんとした寿司屋で美味しい寿司を食べたいと思います。友達におすすめされたから、ちょっと今日初めてなのでここでお寿司を食べて、もう本当に恋しくなってきたから早く入りたいと思います。いらっしゃい。どうぞ。お願いします。はい、どうぞ。これが1人前のお寿司で、はい、これだと1人半で3個、こっちより量が多くなるんですけど、はいはいはい、これすごい美味しそうです。え、レナこれにする？あ、これにしたい。俺もこれにしたかったけど、レナがこれにするんだったら、うん、俺上チラシにしようかな。 OK。わさびは大丈夫？はい、大丈夫です。ありがとうございます、はい、でもなんか外国人からおすすめされたから、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか街のお寿司屋さんって感じだね。あ、そうそうそう、いい感じだね。そう、私に不思議なのが、このめっちゃ熱々でしょ、うん、日本人がすぐに飲むでしょ、お茶を。飲むよ。飲めないよ。飲んでいいよ。無理だよ。気をつけて、外国人みたいにゴクゴク飲んだら喉焼けるよ。もういつもよ、喉を焼けちゃうよ。氷入れてもタカがもう飲み終わった、私は飲み始めてないって感じ。だ、レナはさ、うどんすすれないじゃん。だからこれも熱い状態ですすって飲めないで。でも無理だよ。熱いわ。タカが、俺でも熱いわ。あれほど熱いお茶出ないからってこと。ドイツだとね。確かにね。あ、それ違いかもね、日本とドイツ。ドイツそんな熱々の出ないもんね、確かに。これ炊き寿司でしょ。炊き寿司。でも家紋がタケだよ。I'm confused。 なんで。いいとこ気づきましたね。そういう合わせたんじゃない。何、タケと炊き？うん。ちょっとダジャレチック。そういうこと。これ竹じゃないの？そもそも。花見よ。花見よ。花見よ。あ、みょうがだって。みょうが、そういうことね。じゃあそれはお寿司に合おう。そういうことか。これみょうがだって。レナさんはこれを竹だと思います。竹だと思いました。竹みたいですね。竹の子みたいな感じ。そう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 。いい話を。勉強になりましたね。抱きみょうがってなんだね。英語を見つけたよ。Try fun and flavor of delicious sushi って書いてある。何が何かが勉強できるってことですね。すごいね。こちらが握りですね。美味しそう。ありがとうございます。わお、美味しそう。上手だし、どうぞ。これもいい感じだね。やば、美味しそう。1,2,3,4,5,6,7,8,9 10個に巻き。ボリューム満点だね。うん、これドイツで食べたら3,000円、4,000円するんじゃない？うん、もっとするんじゃない？、ね、やっぱいいね、日本はいいね。 あとはこれも来たよ。チャチャーン、赤だし。うわ、味が濃い。最高ですね。あ、はいはいはい、美味しい。あれをボリューミー。レナ社長は白だしより赤だし派ですからね。もう 100% 赤味噌派ですから。名古屋に染まってますから。うん、そうそう、血が名古屋人の血が入ってますから。もう入ってますよ。じゃあ一番美味しいから食べるよ。カッパ巻きからいくの？一番好きなのがカッパ巻きだよ。本当に日本人かもしれないね。日本のキュウリも違うからね。ドイツのキュウリと。あ、これ美味しかった。うわ、醤油が美味しい。変なポイントだ。アホって言われた。うん、それ正しいやり方なのかな。これなんだろうね。ミニ巻き。キュウリと、キュウリと、あ、コハダ。コハダとガリ。ガリと大葉と、キュウリ。うん、で、海苔が巻いてる。マグロ。じゃあ次はサーモン。だからちなみにサーモンはドイツでも食べれるよね。
これほど美味しいサーモンがなかなかない。老けた10歳老けた美味しいもの食べてこのサーモン美味しい。あ、涙出てきますね。わさびのせいじゃないよ次に白い魚、これ多分タイだと思うよ。タカがだいたい何も知らないで、いろいろ喋ってるから何も知らないけど、あたかも知ったかのように自信満々に喋るからそれだよ。誰かは信じてくれて皆さん気をつけてくださいねアナゴはさすがに箸で食べないとちょっと難しいんで。アナゴね、うん、あ、日本独特だよね、甘辛って、うん、でもドイツ人も好きだよ、照り焼きみたいな。照り焼きをサーモン照り焼きとか、うん、チキン照り焼きとか。海外でも名前は照り焼きなの。照り焼き、照り焼き、すごいね。チキン照り焼き、なんかのパイ、あたない、なんかにつけてると思う、うん、おいしい。じゃあ卵を食べる。お、今言えたじゃん。何を？もう一回言って卵。今卵になっちゃった。さっきはさ、卵って言えたのに今卵になっちゃった。うん、卵も美味しい。私は電話に何かの注文をするときに、私は外国人ということは分かってないらしいよ。ああ、よくあれだよね、行くとびっくりするもんね。そう、あ、外国人だったんですかみたいな。嬉しいよ、本当に嬉しいよ。まあ、みんなお世辞で言ってくれてるかもしれないけど日本にはお世辞、本音と建前がありますからね。痛いよ、それは。そう言われるとドイツでは本音と建前はないけど、全部本音だけど。全部本音だよ。日本は本音と建前がありますからね、気をつけてください。私は本音しかない。気をつけてください私には本音しかない。みんな優しいこと言ってくれるけど、それはお世辞建前の可能性はありますよ。なので私はなんか動画の中で何かを言うのであれば、全部本音だと思ってくださいそうですね、うん、ではタコいただきます。では弾力がすごい美味しい。ありがとう。それ待ってました。それじゃないよ。いつも俺あげるよ。レナありがとうって言ったことないよ。信じられる、皆さん信じれますか今。いや、いつもありがとうって言ってるよ。可愛くて。聞いたことない。ありがとう。アサリが出てきたよ。すごい大きいね。身パンパンだよね。うん、美味しい。一番好きかもしれないよ、うん、アサリと、もっと小さいやつなんだっけ。シジミ。あ、シジミ。私はあの小さいやつも食べるのが好きだよ。それはね、ゴミです。うん、美味しい。カパ巻き好きじゃない人いるの？皆さんカパ巻き好きですか？だってキュウリだよ、言ってしまえば。一番美味しいよ、言ってしまえば。一番美味しいのはタコ、イカ、カップ巻きです。ラストお寿司、これ絶対に美味しいよ。美味しい。エビがプリプリで、茹でてあるからちゃんと食感もしっかりしてる。味もエビ。それじゃ生エビかどっちが好き？生の甘エビか、この茹でた方か。茹でた方が美味しい。最後にちょっとフルーツを食べておしまいのがいい ね。やっぱ最高でしたね。握りの寿司もアサリの味噌汁も。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。気をつけて。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったね。最高でした。はい、炊き寿司美味しかったね。いや、めっちゃ美味しかった。もう普通にお寿司は久しぶりに食べるとより美味しく感じるだけじゃなくて、いつもより100倍ぐらい美味しく感じる。まあそうだけど、このお店本当に美味しかったね、うん、美味しい。リーズナブルだし。うん、そうね、うん、安いよね。1000円ぐらいから2人で2300円しか払ってないよ。そうだよ、ドイツと比べるとやばいよ。ドイツプラス飲み物プラスチップ5000円。ドイツでこれ食べたらね、5、6000円するね絶対ね、する。半額だよ。でフレッシュで美味しいし。リーズナブルだね。
はい、やっぱ日本は最高です。はい、これからもいろんな食べたいものリストがありますので、また美味しいものを食べに行きたいと思います。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバイ。